っちゃ汗出ますね。そうですね。ここ一年中冷房かけてるんでね。YouTube と見ました、ここの。見ました。はい。だいたいあれぐらいの声出てますよ。あ、ほんまですか。ふくらはぎは。全然声出しまって大丈夫です。いや、ほんまにっていいですね。あっ。熱い。あんまり来ないんで、マッサージしたことないと。あ、ほんとですか。YouTube 見ても、来る勇気ない人結構いてます。いや、本当に来まで時間かかりましたいや、何回も予約フォームまで行って、はいはいはい、引き返してなんかこう、1週間前に予約すると1週間怖いんで前の日にしようと思ってあれ、急に予約入ったんだストレッチしといてくれたら、はい、ちょっと早く回復するんで。あ、本当ですか。はい。まあそれが普通だと思います。いやでももう20年ここの前こう歩いてたんで、なんか看板出た時から見てたんで、はいはいはい、いつかは行こうと。とお尻が一番痛いですよね。左の方が断然痛いです。あ、ほんまですか。ホームページにこう気を抜くとまた絶叫が襲ってきますって書いてあってほんまにその通りだなって思います。もうみんな終わったら疲れたって言いますか。